ハイチューブ TV。こちらは今日の矯正をかけるモデルさんの癖の状態です。かなり髪の毛が細くて癖の状態はかなり強いです。矯正は非常にかかりづらいです。こんにちは、札幌占い美容室早間貸の後藤です。今日はですねメンズの、矯正モデルの矯正なんですけれども、ちょっとカールを入れたい場合とかあると思うんですよね。例えばボブのスタイルだったりとか、セミロングのスタイルでも毛先をちょっと矯正で丸くしたいっていう場合があると思います。でそこで、基本的にストレートアイロンでカールをぐるってつけるのはかなり不可能っていうか難しいんですけど、やり方はいろいろあるんですけどね、かなり難しいです。やっぱカールの、丸い、コテ使ったりとかしていかないとある程度カールは、作れはしないんですが、そこでポイントがあって、なるべくストレートのアイロンでカールを作っていこうと。でそこで、モデルはメンズの方なんですが、ボブでも使えますんで、いろいろちょっと応用してみてください。このプレスの力なんですよね、ポイントっていうのは。で髪の毛って根元の量と毛先の量って違うじゃないですか。根元の量より毛先が薄いですよね。なので髪の本数を考えると分かるんですけど、例えば根元が200本で毛先が50本だったり、そぎが入ってるとそういう感じだと思うんですけど、より髪の毛が多いところの方がプレスの力を強くして、毛先の方は、プレスを弱くするっていうような感じです。あります。でこのグローブ結構使いやすいので、メンズの方とか短いとことかをこう入れて、このグローブでちょうどテンションかかるんですよね。でこれドン・キホーテに売ってるんで、でこのマジックがあるタイプ今まで使ってたんですけど、マジックない方が使いやすいんでこの方がいいと思います。で、こちら入れていく場合なんですが、まず根元の方はかなり今直接強いお客様なので、通常通り入れてきます。で大体3秒ぐらいプレスするんですが、この時は結構力入れます。で、カールを欲しい時っていうのは熱入れすぎるとカールってなくなって、毛先まで同じプレスでいくとカールがなくなるんですよね。なのでイメージとしては、コームはこういう風に入れますね。コームは下からグッと入れていくんですけど、コーム入れて、だいたい髪の毛の真ん中辺に来たら500円玉が挟まってるぐらいちょっと開けるんですよ。ほとんど今ノーテンションの状態ですね。これですごい毛先までゆっくりゆっくり、少しずつ滑らしていきます。で、ポイントは毛先の1本までちゃんと熱が入るような感じでゆっくり滑らしていきます。急いでしまったりしてもダメですね、ゆっくりですね。これ18メチルエコ33のこのスプレーなんですけど、16油このスプレー、ホニコさんのやつなんですけど、うちは今日はちょっと他のトリートメントしてるんでやってないんですけど、毛先のカール部分にこれをつけといたりとかします。あと全体に矯正を甘めにかけたいときは全体にこれをつけたりとかもしますね。で、うちは基本的にカール以外はあんまりつけないんですけど、水抜きをしっかりしてパリッと仕上げたいのであんまり使わないです。で毛先の方だけつけてカール入れたいときとか、そういうときには16これ結構使えると思います。で、ちょっと続きやっていきますね。で根元の方はプレスはマックスで入れてますね。でしても90度で、3秒プレスぐらいで今入れてます。温度を190で今入れてるんですけど、でコームを入れてここで500円玉を挟んでるぐらい開けます。なんでもうこれをこの状態では髪の毛が引っ張られてる感じはゼロです。で、こ
ここで急いじゃダメなんですね。ここをゆっくり、ステムに対して90度のアイロンの角度でゆっくりですね、500円玉挟んでる状態で毛先の1本までゆっくり滑らしていきます。ここは絶対焦らないことですね。はい、トゥルッとこう入ります。これで、ちょっと R が入った、矯正が作れるので、よく一番ダメなのはプレスを力強すぎる状態で内に曲げようとする方が多いんですね。もしくは、一番多いのは、髪に対してこういう状態でずっと滑らしていく状態ですね。でこのままずっと滑らして、同じ力でずっと滑らしていくと、これあんまり良くなくて、毛先の方は本当に挟まない方がいい。